セイコークロノス。1960年代手巻き。今回ご紹介するのは、セイコーの手巻き時計、セイコークロノスです。準高級時計として量産されたコレクション。後のキングセイコーの基礎にもなった優秀機種でもあり、より薄く、より高性能を目標に開発され、セイコーの歴史に確固たる足跡を残した名品です。本品は、1960年代に製造された REFJ14037SS モデルです。文字盤はヘアライン仕上げのシルバーカラー。彫り込みのインデックスとペンシルハンドの組み合わせ。中3針の上質でシンプルなデザインです。SS ケースはラウンド型。裏蓋はスナップバックです。アンティークの魅力を存分に味わえる精巧の一品です。セイコーは創業よりこれまで数々の革新的な商品の開発とともに、オリンピックなどの国際スポーツイベントを通して時と時計の文化や産業の発展に貢献してきました。創業から100年以上もの歴史を刻み続ける日本が世界に誇る時計ブランドです。操作方法。ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き、隣以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは、右回し、時計回りに、指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。サイズ。ラグ幅は 18mm。ケース径は約 34mm。リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約 43mm。厚さ約 9mm。風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。